はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんは、シュトロームベルクの金の城とかいうやばすぎる最強カードをご存知でしょうか？このカードね、最近実装されたね、この、ね、勇者っていうギミックとめっちゃ相性いいんですよね。これどういう効果持ってるかっていうと、シュトロームベルクの金の城ね。このカードのコントローラーは自分のスタンバイフェーズごとにデッキの上からカードを10枚裏側で除外するっていう。まあ、除外するコストが必要になってくると。スタンバイフェーズ時に。なので、まあ結構、ダイイーザとかと相性が良かったりするんですけど、シュトロームベルクの金の城は、まあメインの効果が、1番目、自分のメインフェーズに、シュトロームベルクの金の城のカード名が記されたモンスター一体を、デッキから特殊召喚できる。まあシンデレラとか、まあ今回採用しているこの、ヘクサトルーデとか、あと、鉄の騎士と、なんか、ハンスっていうモンスターとか、あの辺がシュトロームベルクの金の城系のカードなんですけどね。で、この、効果を適用するターン、自分は通常召喚ができないと。で、この通常召喚できないっていう、まあ、デメリットと、この勇者のギミックがすごくね、噛み合ってるんですよね。これ、どうせ、アラメシアの儀の、効果、テキストで、テクスト化されたモンスターの、以外の、モンスターの効果発動できないから、通常召喚しなきゃいいんですよ。だから、シュトロームベルクと勇者のギミックって結構相性がいいというふうに言われてまして、で、これを、組み合わせた今回はデッキとなっています。で、しかもこいつ防御力にもなりますから、相手のモンスターが攻撃してきた時に、なんかそいつを破壊して半分のダメージを与えるっていう、なんか単位がついてない最強の効果があるんで、まあ、これを発動しておけば防御力にもなるし、展開力にもなるっていうことで、まあ、最強なんですよ、このフィールド魔法ね。だからこれを、今回は使って、戦っていくっていうデッキになってます。で、勇者ギミックをぶち込んだのと、シュトロンベルクが出てくる、ヘクサトルドっていう、ヘクサトルーデっていうモンスターがめっちゃ強くて、これ一旦に一度、シュトロンベルクの金の城があれば、フィールドのカードを破壊できるよと。で、さらに、そのカードを破壊できたら、一度のバトルフェイ中に2回までモンスターに攻撃できるよっていう効果があるんですよね。で、レベル8なんですよ。なんで、レベル8ということは、まあ、レベル8をいっぱい特殊召喚できれば、ランク8につなげることができますんで、まあ結構ね、ランク8ってのは大体強いんですよね。エクシーズモンスターでも、こういったモンスターいっぱいいますから。まあこの辺のモンスターを重ねていく、ことによって、相手のカードを破壊しながら、ヌメロドラゴンでワンキル取ったりとか、あとディングルスで墓地を食って、アーゼウス重ねたりとか、まあそういういろいろな動きができると。で、さらに、シュトロンベルクの金の城で、10枚除外するから、ダイザでぶん殴るとかいうこともできると。素晴らしいですね。そしてなんとこのデッキ通常召喚をしませんので、最強のモンスターであるラバゴーレムを採用できます。はい、最強です。これ今の環境ね、勇者がめっちゃ入ってるから、もう大体モンスター2体並ぶんですよ。2体並んだらね、絶対出せるんですけど、ラバゴーレムは非常に重い効果がありまして、自分のこのこいつを出すときに自分のモンスター通常召喚できないんですよ。これのデメリットもこの相性がいいと、この2つと。素晴らしいですね、このデッキは。はい、早速ね、この最強のラバーゴーレムで相手を背負ってからのヘクサトルでのムーブを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。でもね、みんな石膏取りたがるからね、高校を取ってもまあまくれる可能性があって、なんか自分から高校を取るデッキはストレスがないですね。はい、なんかランクマめっちゃみんな石膏取ろうとするじゃないですか。やっぱ先行があまりにも先行ゲーすぎるんで、あちらにはなんか運営がそろって最近ね、先行ゲーが加速しまくってるから、なんか禁じられたひとしずくセットをね、なんかばらまいてますけども、まああれもね、すべてはね、先行ゲーが加速しているのが原因だと言われていますけれども、まあバケヤの効果は一旦増殖する G をチェーンして、でこの増殖する G が取るかどうかに俺の人生がかかっている。頼む取ってくれ、取んないと人生が終わる、マジで。ちょっと頼む、取んないんだよね通んないんだよね。ああ通んないんだよ、基本的には。まあでもまあ言うてラバーゴーレムあるから、まあなんとかなるか。ラバーごとシュトロームあるから、まあなんとかなるかな。まあどこまで展開伸ばしてくるかわかんないけども、双剣暗転か、双剣暗転と赤昇バロネスとか、双剣暗転と昇栄バロネス、昇栄バロネスじゃない、昇栄赤昇みたいな盤面だったら、一応ラバーゴーレム1枚で、まあ、崩壊するんで、まあ、多分なんとかなるかなとは思うんですけども、まあ、やっぱりね、ラバーゴーレムっていうカード最強ですよ。まあ、しかもなんか最近勇者がめっちゃ流行ってるからさ、絶対モンスター2体の横に並ぶんだよね。もう勇者ギミックが搭載されていれば、まあ双剣も特にそうだね、双剣とかも2体並ぶよね、絶対にね。まあ金玉まで入れようかなと思ってます、最近は。金の玉、ラーの抑止流スフィアモードね、あれも入れた、なんかそのラーの金玉となんかそのラバーゴーレムをなんかガン積みしたなんかうんこみたいなデッキをちょっと作ろうと思ってるんで、ちょっとそれ辺もちょっとお楽しみにしていただければと思うんですが、とりあえず今日はね、ラバーゴーレムでまあブイブイはしていきましょう。さあ、関翔くんの効果によってまあサーチできるので、まあこれでまたレベル10進化していくと、まあそうです、まあそうなるよ、まあこれはもう許容範囲内、
で、まあ双剣暗転だったとし、それは強いな。なるほど、それは強いが、とりあえずラバーゴレム出すか。まあ一旦ね、はい、一旦ちょっとこれと、まあ、これをプッってやってこの瞬間のために生きてるまである。で、ですね、まあ、とりあえずグリフォンライダーだけ出しましょうか。グリフォンライダー出してアタッカーにして、で獅子王もなんかあるね、チェーンね、なんだろうな。このタイミングで違うのかわかんねえな。なんか無限法要とかですかね。あ、一滴か、なるほど。あ、でラバーゴーレムをなんかあれにするってこと、墓地に行かせるってこと。まあそれは別にいいですよ、まあ何でも、まあ、そんなに問題ないですよ。ラバーゴーを、リリースする、まあでも手札からリリースするか。でも普通は壁になるもんな、一応な、ラバーゴーレムは。あー、なるほど。アーダラ墓地送って、グリフォンの効果無効にしていく、あんまりと関係ない。で獅子王アルファを特殊召喚していく。なんで一滴あそこで打ったんだろう。まだ全然なんかまあでも、まあ、これでシュトロンベルクでね、相手の一滴踏みに行けるんで、まああまり関係なかったですけど。でヘクサトルーデを特殊召喚して、でヘクサトルーデの効果発動してラバゴーレム爆破して、でレベル8から2体でオーバーレイイージーミンすぎない。どうこうなるんですよ。なんか一滴と赤章照英みたいな、なんかクソ最強盤面でもね、なんかねラバーゴーレム1匹だとこうなるんだよねあまりに楽勝なんだけど、マジで最強じゃんこのデッキ、やば。なんかシュトローンベルトの金の城が強いっていうか、ラバゴが強いわこれに関しては。はい、でブーメランの効果があった、打点を9000にしていくぞ。トゥン、はい、対戦ありがとうございました。悔しいでしょうね、増獣裏改めて昭栄石将近所で一滴とかいう最強場面作ったのに返される気分はどうですか。あー、まあ微妙だな。獅子王アルファ2枚生きててもあんま関係ないんだよな。謎の地図来た、謎の地図来た、不安だれ地図来た。まあ不安もね、まあ言うてなんか一応なんとかなるように作ってはあるはずなんですよね。いや、あのクセカードなんだろうな。未知の風ちょっとめんどくさい。サンダーボルトですよね。未知の風ちょっとめんどくさいですね。未知の風ちょっとめんどくさい。こっちのモンスターをなんかそのリリースモンスターとか魔法トラップをリリースして出せる効果があるんですよ、フランダリズって。それがちょっとめんどくさいなっていう気がするんだけども、とりあえずこれ発動からだ。ラメシアの儀を発動。さあ、メシアの儀を発動して勇者トークンを出したいんだけど、なんかある、なんもないね。で勇者トークンを出していく。はい、で魔法トラップゾーンにカードを置く。はい、でだ、グリフォンライダー効果発動する前に一回ドラッコバック発動か。ドラッグバック発動して、で未知の風ちょっと戻したいですよね。未知の風があるとなんか妨害してくるんで、まあ地図、謎の地図は召喚しないんで、こっちが一切通常召喚しないんですよ。だから大丈夫なんですよね。なのでクセカードがなんだっけ、怖い海だっけ、あれだとめんどくさいけど、まあさすがに見えてる未知の風だがあると、まあ怖い夢だとしてもちょっと面倒、あれのあのだっけ、自分のモンスターを処理されるんで、まあこれはさすがにこっちなんじゃないかな。まあ、多分なんかトラップカードでアドバンション化してきたところで、別になんか全てをサンダーボルトで吹き飛ばせばあんまり関係ないっていう話あるから、ですねこれを戻さしましてですね、でですね、ちょ一旦獅子王アルファ君います。獅子王アルファ君出して、獅子王アルファ君の効果は起動できないんだが、こうしてだな。で、グリフォンライダー君も特殊召喚していく。オッケー。で、これで、はい。でだ。旅路発動して、で、アタッカー持ってこよう。アタッカー。で、水使い持ってくる。で、これいらないか、捨てる。
で、あとはあの癖かの何かによるんだけども、とりあえず、サンダーボルトをぶち込んでいく僕通常召喚しないんで謎の地図の効果発動させませんよ。通常召喚は絶対にしないんで、はい、特殊召喚できたんでねここまで通常召喚なし、謎の地図腐ってるぞ。で、これで全部で投げたら勝ちなんじゃないか。バトル、さあどうだ、何かあるかなんだその伏せカードは、その伏せカードなんだ、なんもないぞ、いけるんじゃないか、いったこれもしかして、やった、ラッキー通常召喚しないんですよこのデッキ、残念でしたね。あー、まあ悪くないんじゃない、これも悪くないよ。まあ、アラメシアあって、ブラックホールあって、金の城を出せるから、まあ、全然強そうですけどね。サモンプリスト、何妖刀竹光、なかなかコストが強いじゃないか。王立魔法都市館、やっば。ゴミデッキ来た。うわ、黄金色だ。やばい、ゴミデッキ来た。なんだろ、これ、エクゾディア揃えんのかな、まあ、とりあえず、ここからね、王立魔法都市館と魔法カードの子で、めちゃくちゃいっぱい、ドローを加速していくっていうスタイルだと思うんですけども。まあ、エクゾディアだとさすがに思んないから動画には採用できないぞ。さあデッキを引いていく。マジカルアブダクター、誰やお前。あ、フェンデラムスケール、へえ、フェンデラムスケール、なるほど。3と8、4から7のモンスター。ああジェルエンディオ、誰やねん。ああ、なんかトゥーンドラゴン来た。支援の患者、はあ、ジェルエンディオ、これ何するまん。痛みのレースにできる戦闘コーダーさん、自分が戦闘コーダーでダメージを受けた場合にこのフィールドのこのカードを破壊する。へえ、なるほどね。禁じられた誠意、あで破壊させなくするってこと、戦闘でも効果でも破壊されなくなったってことね、今ね。これなるほどね、ありがとう。なんかよくわかんないけどなんかもらったわ。でガガガンマンの効果発動する。でガガガンマンの効果発動しないか。あ、じゃあレッドアイズクレアメタル、はあ、なるほど。これはなんか効果が発動すると500番っていうやつですね。でガガンマンの効果が発動する。そういうこと出た、やばい、無限ループだ、まずい。なんかジェルエンディオとかいう誰やねんモンスターのなんか戦闘効果では破壊されない謎のなんか耐性によってダメージを受けた場合になんか発動する強制効果とフレアメタルの強制効果が連発してなんか知らんけどどんどんライフが削られていく。まずい、この速度相手操作しないな、これ全自動ワンキル来た、これ